いやー、25過ぎてから男と別れるってきっついですね。札幌のカレー屋で働く私小田ミナレは罠にはめられていた。酒場で男に失恋トークをぶっかました次の日。私恋愛における地方性ってめんどくさいなって思う。なんかこの声ミナレさんに似てますね。北海道中に響き渡る私の九州男児です。清水ひるあす並みのスピードでラジオ局へ乱入し弁解すると。最高でしたよ姉さん。ドヤ顔のディレクターからラジオ業界にスカウト。ヒュー、シンデレラストーリー。あれよあれよと冠番組が決定のはずが、深夜3時半スタート。よっしゃ、眠れぬ青少年へ、スイートな大人のラジオで人気をゲットだ。キュで、ヒグマと対決。過去の惨劇を忘れたか。気を取り直してオタク訪問って、部屋に血の雨が。さらには宇宙人とのバトルって、もうラジオ関係なくない。まあ、こいつは私から金を奪ったクソ元彼です。ラジオとは無関係だが、いつか暮らす。ふぅ、ザ・ケルナー。私で遊んでるでしょ、このヒゲは。北海道でヒゲのディレクターはみんな炎上なんだと思ってんの。それでも私はやるしかない。ドナー1のラジオ DJ を目指してやる。女版大泉洋として成り上がっちゃる。ラジオを作る癖の強いスタッフに加え、平穏なスープカレー用の日常をぶっ壊す濃いやつどもが続々と。次のお便りです。全裸、重厚、サブミッション、謎の JK も参戦。いきなり乗った船は箱船か泥船か、予測不能な無機動ストーリーが始まる。無事に放送を全うできる自信がございません。波を聞いてくれ。2020年4月よりアニメイズム枠にて放送開始。ただただ挽回したい。そんなダメ人間の集う人生リハビリ番組になる予定です。